三宝食品、博多豚骨ラーメン、棒状乾燥麺に粉末スープ、調味油、紅生姜がついています。麺は細いです。そして茹で時間が短いにもかかわらず、時間が経っても伸びにくいです。キメが細くてしっとりとした舌触りです。これはラーメン専用小麦のラグニーによるところが大きいと思います。スープは白く濁っており、獣の匂いが漂ってきます。スープ自体は意外に上品でスッキリしています。しかし調味油からはラードの力強さが出ており、ニンニクの香ばしさやごまの香りも相まって重厚な味になっています。紅生姜が標準でついているのもいいです。酸味と豚骨味とはうまくバランスをとっている感じです。全体的にさすが九州のメーカーが作った製品だと思わせるものがあります。